立憲民主党の辻元清美議員が街頭演説で自民党を厳しく批判したとのことですが、とんでもない発言にツッコミが殺到し大炎上しているようです。辻元議員が街頭演説で語った内容とその発言への AI の怒声論すぎる見解など、ネットの辻元議員への辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。立憲民主党の辻元清美代表代行が5月9日に東京高田馬場駅早稲田口前で開いた街頭演説で、岸田文雄首相が率いる自民党政治を厳しく批判しました。自民、公明両党はこの日、派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた政治資金規正法改正の与党案を大筋で合意。大きな課題だったパーティー券購入者名の公開基準については、現行の20万円から引き下げることを改正案に盛り込んだが、具体的な額は決めなかった。これを受け、辻元議員は、衆院補欠選挙の3つの選挙で、野党が勝ったから政治改革の議論が動き出した。最終的には、国民一人一人の一票の力で今政治を動かしているわけです。ですから政治に絶望しないで、私たちと一緒に政治改革を前に進めるために立憲にお力をくださいと力を込めて訴えると、聴衆からそうだと声が飛んでいました。辻元議員は現在の自民党についてはもう飽きませんとした上で、私たちはやりますよ。悪いけどね。いつも言うんですよ。世襲議員が多いでしょう。次の総理で誰の名前が挙がっていますか。小泉進次郎氏。ふざけるんじゃないよ。小泉進次郎より辻元清美の方が総理大臣をちゃんとやれます。言ったら悪いけど、あのボンボンに何ができるのかと思っています。河野太郎氏、世襲のボンボンですわ、と批判しました。最後に、辻元議員は、私たちはもう一つの受け皿として、自民党よりも野党の方がいいと、きっちりと政権を担っていく。その思いで、今、政治の場で、政治改革の議論に取り組んでいます。と語りました。ニュースを深掘り。というわけで、辻元清美議員が岸田文雄首相が率いる自民党政治を厳しく批判したということでしたね。辻元議員は演説の中で、次の総理で誰の名前が挙がっていますか。小泉進次郎氏、ふざけるんじゃないよ。小泉進次郎より辻元清美の方が総理大臣をちゃんとやれます。と聴衆に訴えていたようですが、この辻元清美氏が私の方が総理大臣やれると発言したことについて AI に見解を述べてもらいました。 AI はまず政治家として自身の能力をアピールすることは重要ですが、他党を批判する文脈での自己宣伝は逆効果となる可能性があります。特に辻元氏の発言は自民党への批判を強調するあまり、具体的な政策やビジョンが欠けているように見える恐れがあります。これは有権者に対して具体性や信頼性を欠く印象を与えかねません。さらに辻元氏の過去の不祥事がその信頼性を損なう要因となっています。2002年に秘書給与詐取事件で逮捕され、有罪判決を受けた辻元氏は約1600万円を不正に受け取ったとされています。この金銭的不正行為は、政治家としての倫理観や信頼性を大きく損なうものです。また、2006年には、北朝鮮による拉致問題に関する発言が物議を醸し、拉致被害者家族会との対立や姿勢が批判されました。これらの行動は、国家の安全や人権問題に対する適切な対応が求められる中で不適切と言えます。このような背景を考慮すると、
辻元氏が私の方が総理大臣やれると主張することには説得力が欠けます。政治家としての倫理観や信頼性が問われる中で、過去に重大な不祥事を起こした人物がリーダーシップを主張することは、有権者にネガティブな印象を与え、広く支持を得ることが難しいでしょう。また、この発言は対立を煽るだけで、政治的な議論の質を低下させる可能性があります。政治家は国民の信頼を得るために、建設的かつ前向きな議論を行うべきであり、対立や批判ばかりでは国民の政治不信を招く恐れがあります。総理大臣としての資質には高い倫理観や信頼性、国民全体の利益を考慮したリーダーシップが求められます。辻元氏の過去の不祥事はこれらの資質を欠いていると評価される要因となり得ます。したがって辻元氏の発言は政治家としての適切さや総理大臣としての適性に対して否定的な評価を引き起こすものと考えられます。と、怒声論を述べています。また、辻元議員が議員の世襲を批判していることについても AI は、立憲民主党は世襲政治家に対して批判的な立場をとっており、特に、自民党の小泉進次郎氏などを批判することがあります。しかし、立憲民主党内でも世襲議員が存在しているのは事実です。例えば、立憲民主党の大串博志議員は、彼の父親もかつて国会議員でした。このように、立憲民主党内にも世襲政治家は少数ですが存在しています。最近の立候補者に関しては、立憲民主党は一般的に世襲を避ける傾向がありますが、完全に排除することは難しい現実があります。世襲政治家の問題は、親の知名度や人脈、財力を利用して若くして政治に参入しやすい一方で、非世襲政治家に比べて有利な点が多いとされています。これが公正さに欠けるとの批判を受ける理由です。世襲政治家が完全になくなることは難しいかもしれませんが、立憲民主党が自民党の世襲を批判するのであれば、自党内の世襲問題にも厳格に対処し、一貫した姿勢を示すことが重要です。この点で、党の主張と実態にギャップがあることは否めません。と、バッサリ切り捨てていました。最近の立憲民主党では、次期衆院選徳島1区に公認候補として擁立する新人の高橋英氏が、徳島県出身の故三木武夫元首相の孫であり、また2023年12月の東京都武蔵野市議補選では、立憲の菅直人元首相の秘書を務める長男の源太郎氏が当選。今年4月末の衆院補選島根1区で当選した立憲の亀井晃子氏は、父亀井久興元衆院議員の秘書を経験。長崎3区で当選した立憲の山田勝彦氏も、父山田正彦元農水省の下で大臣秘書官を経験した2世議員となっています。特に高橋英氏については、あれだけ世襲批判していた立憲民主党さんが、今になって怒涛の世襲候補ラッシュ状態なの、恥じむ外聞もなさすぎて、ほんとくさ。あれれれれ、世襲が、ふんが、ってやらないんですか？まさか、自民の世襲は汚い世襲、立憲の世襲は綺麗な世襲、って間抜けなこと言わないですよね。世襲議員、候補批判をしておいて、三木武夫元首相の孫と来たか。行き当たりばったりに政権を批判するから一貫性がなくなり、ゆえに行き当たりばったりの党になると立憲民主党への批判が殺到していました。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あとチャンネル登録もぜひお願いします。河野も大概だが、辻元は反社と親和性がありすぎ、
前科者のブーメラン辻元が総理になったら世界中から笑われるわ。いくらなんでもあんたらの正当に政権に渡したらまた地獄やっちゅうの。本来なら落選してるやつが偉そうに言ってんじゃねえよ。辻元が日本の総理やったらとっくに日本は存在せんわ。批判と悪口ばかりで何を言っても特大ブーメランとなるだけ。世襲批判しても立憲民主党も世襲ばかりだからな。立憲民主党にもお灸が必要です。日本企業を壊滅させた自覚はないのかね。とてつもないリスクばかり日本国民に背負わせて、あの人たちはどれだけ日本の憎んでるのでしょうね。税金ちょろまかして捕まったやつが何言ってんだ。中国からミサイルが飛んできたらどうするという有権者の質問から逃げたお前こそありえない。道交法も遵守できないものが総理だって。ここまで厚顔無恥だなんてある意味尊敬するわ。ボンボンの世襲でも仕事できる人はできるし、できない人はできない。ボンボンが悪いわけじゃない。世襲じゃない人も仕事できる人はできる、できない人はできない。立憲には仕事ができない人が多いから政権を任せられないって意見が多いことを分かってほしい。高槻吹田地震の時に地元高槻にいたにもかかわらず東京に行き国会で森掛桜しか言わなかった人はありえません。そう思うなら小選挙区からやり直したらどうですか。全国区なんて実質新人枠から吠えても情けないだけですよ。民主党政権の大失敗を顧みずに未だに議員をやっている時点で無能認定なんですけど、皇族に迷惑をかけるのもやめてほしいですね。こういう物言い自体にも品位が出るんだが、不適格としか言いようがないのでは。仮にこの人が国家元首になった場合、他国の代表や王族、ましてや自国の天皇家の人たちに合わせられないと思う。世襲とかボンボンとか政治家の資質に関係なくね。それは男女差別とか職業差別とか学歴差別とかと同じじゃないの。で、普段は差別に過剰に敏感な左翼リベラルなのに、身内のこういった差別発言は手放しでもてはやすという無邪気っぷり。こいつが総理大臣になったら終わる。平気で法を犯すからな。そもそも今の職ですらろくにこなせてないのにできるわけないやろ。比例復活したやつはまともなやついない。社民党の某人みたいにな。前の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？案の定、辻元議員、批判の集中砲火で火だるま状態ですね。今まで何度も何度もブーメランが直撃しているのに、本当に学習しないですね。政府与党の批判をしている暇があるのであれば、まともな政策一つでも語った方が評価されると思うのですが、辻元議員が何かためになる政策を提案した記憶がない。辻元議員が国家観を述べた記憶も全くありません。いずれにせよ前科持ちに総理大臣をさせられない。国会議員してることすら恥ずかしい。それこそ辻元議員が総理になるということは世界の日本を見る目が変わってしまう。そう思ってしまうのは私だけではないはずです。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。